じゃあゲームマーケット秋東京で発売するブレイブマイナーを遊んでいきたいと思います。ではカードをまず9枚ですね、裏向きで 3×3 で四角形で置いてください。はい、はい、で真ん中のカードを表向きに、オープン。で一人一人手札を1枚ずつ、これ自分だけ確認できます、おのおの。おい、残りは山札と置いてください。おお、勝ったこの勝負。では任意で親プレイヤーを決めてください。じゃんけんぽん。はい、行こうでしょ。じゃあ勝った先から時計回りで。では親プレイヤーは1枚カードを選んで見てください。じゃあこいつに決めた。おい、そのカードを元に戻すか手札と入れ替えるか。じゃあ僕は元に戻します。ではチップを置くと、これその人が見たよっていう証ですね。おい、じゃあ時計回りで。ゲットしないです。はい、ゲットしないです。ありゃちきっておるな。ということで、あのカードを欲しい、ゲットするしないを選べると。では次親プリが変わってハンゾー、このカード見ます。はい、入れ替えます。ほう、ゲットしないです。ゲットしないです。はい。いや、ドクロクセ、いや、これドクロクセすぎる。誰も言ってないぞ。とりあえずこれを繰り返していきます。はい、匂っとる、これはドクロの顔が匂いすぎ、そのままで。うわー、これは臭いな。ゲットです。お、初めてゲット。そう、表向けて手元に置くと。なるほど、これ同じドクロ、白と黒あるんですけど、ドクロ揃ってしまったらそれの負けです。では空いたところには山札の上から置いてください。はい、次の親はゲットしたプレイヤーザキですね。ここです、ここ見ます、入れ替えます。これドクロでもゲットするなかったやな。そうそう、これチャレンジっていうのがあるんでね、今これザキのプレイヤー、この黄色のプレイヤー、斜めでこうね、同じ絵柄を揃えてる可能性があります。同じ柄を揃えてチャレンジを成功、チャレンジすると言って同じカードを3枚めくったらその人勝ちです。ゲットします。お、取りに行く。おお、宝石、これはでかい。でかい宝石が青と赤あります。同じ色の宝石を2個、どっちか取ればその人勝ちです。ではゲットした半蔵から、じゃあ次にこれも確認したいな。じゃあ入れ替えます。入れ替える、入れ替えるってことは黄色チップは見てないんで戻して戻しますね。入れ替える、もしあれ元に戻したら黄色と白のチップ両方乗ってたことになります。ゲットしないです。入れ替える、ゲットです。よしよしよし、これでけえな、これでけえぞ。そうです、あれがもう一個の宝石ですね。つまりザキは赤をもう一個、ハンザー青をもう一個手に入れたら勝ちです。しかしザキさんは白のドクロとしまったら逆に負けなんで、ここ確認します。あ、でここのタイミングで順番が入れ替わったんですよね。そうですね、取った人が、取った人が親になるっていうのがここでイレギュラーな状態が、そういうことです。ではじゃあここ見ます。入れ替えます。入れ替えます、入れ替えます、入れ替えます。入れ替えます。と、ま、俺ここ見とってこうやから、揃っとったから入れ替えたら分かるかもしれんから、うん、ゲットします。の、うん、おお、終わった。こうなると半蔵さん青の助2個なんで半蔵の勝利となりますね。まあこれでもう1ゲーム終了です。もう1位を決めるゲームなんで誰かが終わったら終わりとなりますね。ではもう一戦いきましょうか。はい、これジャパニー9枚置きます。でそれぞれに1枚ずつ置いて、はい、真ん中オープン。さっきと一緒やな、じゃな。、はい、同じ景色やな。
このゲームチャレンジをするをすれば勝ちのゲームなんで、真ん中にドクロがあると同じ絵柄が出てきやすくなります。逆に言うか、宝石が真ん中やった場合は宝石が中に集まりやすくなるんで、ちょっとねゲーム展開変わるんで、結構最初は重要です。じゃんけんポン、あいこでしょ、じゃんけんポン、よし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 、近いところから手を広げていきますわ。そのままで。いや、これはドクロですね。ドクロですね。ドクロですね、これは。ゲットしない。早いな、まだ。親プレイはこのタイミングで一応チャレンジするを選択できます。チャレンジしないです、はい、では、親プレイが回ると。じゃあ、対角線見ていくか。ほい、入れ替えます。ゲットします。お、早い。おー、判断が早いな、安藤さん。はい。おお、すごい。やばい、強いな。見えてるのかもしれない、はい、こうなると翔太とザキは赤い星が置きづらくなりますね。はい、間違ってるか、ゲットされたらもう負けちゃうんで。じゃあ減って、このタイヤ駒はここ見ます。またそこに変えました。変えました。チコプレイヤー、これ今までゲットするしないしか選択してなかったけど、実はここでチャレンジするをできます。例えばこの赤の翔太、これ置いてたとして、あれ半蔵あれこれ置いたんじゃねえか、だからチャレンジするっていうのはあれです。そうなんですよね。ゲットしない。ゲットしない。一応親プレイヤーの半蔵はチャレンジするをここでできると。悩んだしね、バレだからチャレンジやろな。おぉおぉ、さっしろ、そして白だ。決まっていく。ちなみにチャレンジしたらもう一枚本当はめくらないといけません。その一応決まっててもね、ルール上としては。あ、3枚めくる。必ず3枚めくります。で、めくった状態で縦横斜めどれか遊んだら勝ちになりますので。あ、ここでも出せるとね、3枚やから。例えばそうです。この時点で半分の勝利になりますね。で、一応このチャレンジすると宝石集めるどちらかが勝利条件になるんで。なんてこった。真ん中、オープン。やった。どうしよう。おあそこ白しか出てこへんな。出てこんな。そうやな。じゃんけんポン。はい。これじゃんけん強いな。じゃんけんだけな。今たまたま真ん中のカードずつしてるけど、これはもうランダムなんで、宝石な可能性もありますし、黒いドクロの可能性もあります。よいしょい。入れ替えます。入れ替えます。ゲットしないです。ゲットし。しないですね。うん、はい、俺のターン。まあ、対角線やな。なんかさっきと同じことしてる気がするな。入れ替えます。ゲットしない。ゲットする。どうぞ。いただきます。ありがとう。なかったな、あれ。まあ一応チャレンジチャンスではあったね。そっか、分からんけど、翔太次第。翔太からやな。翔太からやな。おっと、二度見。二度見の入れ替え。入れ替えます。入れ替えます。なっとんのかな。まあでも半蔵おるしな。スルーで。あー、ゲットしない。いや、同じ色のカードって6枚しか入ってないんで、ここで4枚もう全部それしか見てないです。さすがにないんちゃうかなと思うんで、うんうんうん、ゲットしないです。あー、うんうんうん、はい、次のターン。はい、ってことは俺か。絶対どっちかは白どころじゃないと。じゃあここです。読みます。入れ替えます。ゲットしない。ゲットしない。うん、いい判断だ。素晴らしい。だからマットレス対角線か。で、あー、そのままで。そのまま。ゲットしない。怖いな。いや、ゲットしよう。ゲットです。ほっ、よっしゃー、これはでかい。
のカードです。はい、これでかいぞ。宝石やったってことは、ハンゾもう一枚の宝石の可能性は大なんやな。ああ。そして俺のターンやな。もちろんここだ。そのままです。これはもらいました、この勝負。ありがとう。言葉で進めていく。ゲットしない。いや、リスク高っ。いや、そこ俺に回すのリスク高すぎるやん。ありがとう、翔太。俺より下におったからさ。やばいな。いや、絶対チャレンジだけはさせたくないけれど、翔太がチャレンジ、チャレンジ、ちょちょちょ、口もごもごしすぎや。翔太がチャレンジっていう手もあるね。でも、いや、どっちにしてもチャレンジかゲットする、どっちにしても俺だったらゲットするけどな。迷います。もう終わっちゃう可能性あるからな。半蔵さん、あとは任せました。いや、任せたのに。いや、任せたのにまだね。いや、でもそうか、普通に宝石を。じゃあ今チャレンジしようとしますか。いや、すごい、どっちも迷ってます。ちなみにこれチャレンジするで3枚必ずめくるって言ったじゃないですか。例えばここやと思ってここ最初めくって、これじゃなかったらその残り2枚で変更しても OK です。確かに、はい、それ初手からここ狙うっていうんじゃなくて、3枚めくった後に揃ってたら勝ちなんで、それは地味にいい作戦です。この最初に1枚目めくるので変えるっていう方向転換は、方向転換はありです。でもシンプルに普通に宝石っていうパターンやったら、チャレンジしたら痛すぎてゲットが美味しい。そうなんですよね。もちろんチャレンジ。おお、なるほど。1枚目はここ1個。ここが、あっ、おーっとピンチ、ピン。さあ2枚目、まさかのそこ。終わった。あと1枚、あと1枚ですね。1枚めくってください。1枚めくってください。まあ、一応そのもうほぼショートさんの負けは決定なんですけど、もう悪あがき、あのザキさんのやつ全部見せたる。こういうことですわ。これはチャレンジ失敗なんで、ショートさん脱落です。手札のカードを手元に置いて、では今表にした3枚は裏向きで、はい、チップは返しましょう。この時は全員見たんでね、はい、で赤の人は脱落したんで回収すると。はい、では脱落した人のショータの時計回りで、次先から二連ちゃんってことで。そういうことです。イレギュラーな、どっちのか。そういうと思ってたんです。でもコブそんなん言うから。白ドクロ見えすぎじゃね。でもゲットするしないやったらコプレイヤーの方が有利やな。チャレンジ機やったら親プレイヤーの方が有利かな。5、入れ替えません。入れ替えません。ゲットしようか。ゲット。ドクロですわ。またこっちか。やめた、ここにあるイメージなの。半蔵ですね。君、親プレイヤー、真ん中のカードを入れ替えても OK です。その場合は必ず表向きで真ん中に出してください。これ見ます。はい。こうやっても、むせ、翔太みたいなだけやな、まだ。そうやな。そのままで。そのまま、ゲットしません。はい、お礼です。ここを見ます。お互いかなり場のカードを知ってるから、入れ替えます。そのおかげで。で、同じカードね、6枚しか入ってないから、今日枚数で確率計算みたいなね。すいません、半蔵さんです。ここか。お、あそこ一応これ危ないのか。入れ替えますね。入れ替えます。これは、いや、そんなことするかな。これ宝石やったよな、確か。赤の、あれ赤やんな。動画を戻して戻って。そうないね。皆さんはね、俺らはさ、そうないね。そうない、赤やったから、こっからもう赤を揃いに行っているっていうやつやった場合、かなりやばいよな。そんなことするかな。
まあ、確率で言うなら1枚も出てないもんな、手元とか。でしかも真ん中ドクロやから宝石をこう隠しやすいから、それを仕掛けていっているというのはあるのかもしれない。これが僕の推理なので、ゲットする。おー、色もしっかり出ていく、すごいな。ピンポイントや、ピンポイントだったな。いや、これってことあるぞ、これ宝石や。じゃあ、うん、狙ってたな、これは。待てよ、そうか、あー、ここ見とくのがいいのかな。いや、どうしような、悩むね。ここ見ます、チェック、入れ替えます。笑っております。私は入れ替えます。多分ザキの考え的には揃ってたからすぐ入れ替えなあかんなと思ってやった気がするから、ゲットしない。私はチャレンジします。おお、なんと、っこっから見よう、こっから見よう。そこが一番見、まあいいや。赤、そしてドン、赤、そしてドン、ザキの勝利。ちなみにそれも赤なんかだ、手札。おお、青なんや。いや、俺もそうやと思った。赤やから入れ替えたんかなと。けど、なるほどね。すごいな、その手間とそれ持ってるからかなり有利なんやけど、楽しみゲットする。でもその中でさらにチャレンジをして勝つという。確かに。チャレンジだね。普通ね、ドクロで追い込まれちゃうチャレンジで最後狙うっていうのがこのゲームの常識なんやけど。確かに。ということで、これが、ブレイブマイダーという僕らが作ったボードゲームでした。ぜひゲームマーケット東京11月21日曜日遊びに来てください。今日の動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上。